ルカによる福音イエスはあるところで祈っておられた祈りが終わると弟子の一人がイエスに「主よヨハネが弟子たちに教えたように私たちにも祈りを教えてください」と言ったそこでイエスは言われた「祈る時にはこう言いなさい父よ皆が崇められますように御国が来ますように私たちに必要な糧を毎日与えてください」。 私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから私たちを誘惑に合わせないでください。また弟子たちに言われた「あなた方のうちの誰かに友達がいて真夜中にその人のところに行き次のように行ったとしよう」「友よパンを3つ貸してください」「旅行中の友達が私のところに立ち寄ったが何も出すものがないのです」 するとその人は家の中から答えるに違いない面倒をかけないでくださいもう戸は閉めたし子供たちは私のそばで寝ています起きてあなたに何かをあげるわけにはいきませんしかし言っておくその人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろうそこで私は言っておく求めなさい そうすれば与えられる探しなさいそうすれば見つかる門を叩きなさいそうすれば開かれる誰でも求めるものを受け探すものは見つけ門を叩く者には開かれるあなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうかまた卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうかこのように あなた方は悪いものでありながらも、自分の子供には良いものを与えることを知っている。まして、天の父は求める者に聖霊を与えてくださる。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。